今回はワイルドリフトの先日追加されたワービックのジャングルでの運用をご紹介していこうかと思います。特別難しいスキルの使い方があるというキャラクターではありませんので、使い方は非常にやりやすいものがあるかと思いますが、ジャングルを周回する上でスキルが1スキル、2スキル、3スキルの中で1スキルしか効果がないと思われがちですが、スキル説明にないような形ですけど、スキル2の対象の HP が一定確率を下回った場合、攻撃速度が増加するというのが、この中立モンスターでも有効になりますので、2スキルを取ったタイミングのレベル2から周回速度はそれなりに速いものになりますので、悪くはないかなという感じですが、強いて言えば鳥用小手狩る場合、こんな感じでちっちゃいのが残っちゃいますので、ここはちょっと狩りづらいのかなっていう気はします。で、この2スキルですね、を取ったタイミングから、赤バフからですね、周回速度はまあまあの形になりますので悪くはないかなって感じはしますね。時間としては1分25でスカトルが余裕で間に合うキャラクターになってますので、リッシュなしでのこの周回速度はおそらく速い方だと思いますね。で、スキル2の使用がいまいち分かりづらいというところではあると思うんですが、自動効果でマップ全体ですね、全てに対して HP が一定確率を下回った敵に対して足が速くなるのと攻撃速度が増加するというのがついてくれるんですが、2スキーですね、これが長押しというか、押していただければ範囲が出ますので、その範囲内の敵で、一番近い敵に対して、その2スキーの自動効果を、手動で叩くことができるというような形になります。ただ、この場合は HP の数値関係ありませんので、そういったところガンクする際ですね、押してあげればいいんですが、これちょっと厄介なのが、押すと HP が低くないにもかかわらず敵の対象の頭の上に、イブリンのチャームみたいな形で、アイコンが出ちゃいますので分かるんですよね。あ、やべ、狙われてるって、イブのチャームと全く一緒ですね。なのでそこはちょっと気をつけないといけないかなという感じがします。で、こんな感じですね。なので近場の敵ですね、今回だと、イレリエじゃなくて、4年が一番近いので、それに対してマークを出してこんな感じで足早く近づくことができると。で、その、足の速い部分について追加しておくと、ウルトロワーウィックの効果が移動速度の、速さに応じてウルトの射程が伸びるんですね。なので、フォーカスする際にこれぐらいの射程当たるよなと思ってたら、そのタイミングで例えば2スキを耐えていた場合、その2スキの効果で対象に向かって足が速くなっている状態でのウルトの射程を考慮して飛びつこうとした場合で、2スキの効果が切れると、そうするとウルトの射程が短くなるので、必然的にウルトが当たらないということになるんですね。なので、ワービック使うとってウルトを透かすケースっていうのが、ほとんどがこれです。なので、ウルトの射程を移動速度で増加されているっていうのを分かった上で早めに打つというのは大切ですね。なので、これがあるおかげで逆に長距離ですね、プロトベルトを使えばかなりの距離から吹っ飛んでいくことができますので、そこは非常に強力なのかなというところはあります。私個人的な評価としては、あえて使う必要はないんじゃないかなって感じはしちゃいますね。極論サポで使いたい方もいられるのかなという気はしますが、サポするんだったら確実にノーチラスの方が強いですね。で、ジャングルこれでするんだったら、またノーチラスの方がいいんじゃないかなって気がしちゃいますね。パソコン版、すげえ昔の話になっちゃうんですけど、パソコン版だとウルト昔ターゲット指定だったんですよね。今もしかしたら修正されてて、方向指定になってるのかもしれないんですけど、づらいスキルではないものの、意外と当たんないのみたいなこと多々ありますので、横に敵が移動している場合はみたいな形で偏差打ちでちゃんと自分でエイムする、縦移動している場合は、ポートレートしてポンってかなりいいですが、ポートレートも何も一切しずポンすると、余裕で、かなり射程が広いですので、集団戦の中だと、それに飛んでいくのみたいなものに飛んでちゃいますから、もし、ポンするんだったら必ずポートレート機能を活用した上でポンしないと、どこに行くかもはや制御不能ですね。というのも集団戦の時にスキーの効果でかなり、誰かしらに、移動速度増加のバフがついている状態で自分走ってきますので、かなりの距離移動できますね。あとはそうですね。あと1スキー長押しするとグインって敵の裏側です。対象の指定したところの裏側に回るんですが、これワンチャンスーパーアーマーついてんじゃないかなって気がするんですよね。例えば、どうでしょう。スレッシュの3スキーだったりとかをくぐって避けれるんですよね。なのでちょっと狙ってやるってのがなかなか難しいかもわからないですが、
まあ一応はそうなんだぐらいで覚えておいていただくといいかもしれないですね。で一応ウルトした後ですね、フィア効果3スキー、事前にフィアをしてウルトでもいけるんですけど、まあ、なかなか入力の時間の兼ねもありますので、まあ、ウルトした後3ですね。でこの3してフィア当てるタイミングで1をグインと敵の奥側に行って、奥からフィア上げてくると自分の自陣側の方に敵を寄せることができますので、まあ、そういった使い方も覚えておくといいですね。まあ、なかなか1スキー、この AA してるときに1を長押しして裏側に回るっていう行為がちょっと難しいかなっていう気はしますが、まあ、慣れてこればそこまで難易度が高いという感じではないので、悪くはないかなと思うんですが、どうでしょう。何回か結構使ったんですよね。あのさ、サムネにもあるんですけど、最大、サバで3位ぐらいまでのポイントまで持ったんですが、これランクじゃほとんど使えなくて序盤。実際はノーマルで30試合近くが重ねて持ったんですよね。まあ、今までキャラポイントもらって行為をしたことがなかったのであれなんですが、本当に1試合50ポイントぐらいで1000ポイント近くまで持ったというような感じですね。まあ、フィアはかなり、まあ、前回のベックスの実装時もフィア非常に素晴らしかったので良かったんですが、スキル1、スキル3のマナ消費量がかなり重たいんですね。なんで、まあモルガナほどとは言わないですが、マナ消費がえぐい重たいので、そこはちょっと気をつけた方がいいですね。で、まあ青バフがなかった場合というか、まあ、敵に今みたいな形で青バフに入られるとかなり厄介なことになりますので、まあ、敵にもしワービックいるようであれば、ひたすら青バフガンク仕上げると、まあ、敵からしたらかなりうざったいと思いますね。まあ、ガンクするときにミスキ叩いてウルト入ってあげて、であとはまあ1、3でこちょこちょするというような戦い方が基本形のコンボですね。でこれにプロトベルトがあると、逃げた敵に対してプロトベルトからの3で裏側から手前に持ってくるというような形が取れますので、まあ、個人的にプロトベルト相性いいかなと思いますね。まあ、ただ一応バイと同じ理論でウルトで突っ込むことになりますので、片道切符を回避するためにルーンワーフアフショーを入れてますね。で、まあ、何かしら味方と協力して倒すということもあって、凱旋でアダプティブに再陣というような組み方です。ただ、ジャングルじゃなくてトップレーンでの運用、まあ、パソコン版の運用になるかもしれないですが、トップレーンでの運用も実はできるんですね。で、意外と初見殺し感がありますので、シールドを持って背中を見せない形でひたすら殴り合うような戦いをすれば、割とダメージトレード有利に進めることができて、序盤キルが取ることができれば、5レベル以降ウルトで相手をソロキルできるようなポテンシャルはあるんですね。なので、スノーボールした際、レーンでも割と強めなところではあるんですが、まあ、あえてこのキャラ出して選ばないといけないっていうようなピックではないですね。で、ウルトを透かすと割と集団戦渋いことに今みたいなことになりますので、まあ、ちょっとウルトだけはなるべく当てた方がいいんですが、何回も言ってる通り、ウルトは移動速度に応じて距離が伸びますので、移動速度が漏れてない時のウルトはさほど脅威ではないぐらいの射程なんですね。まあ、ただプロトベルトからの3スキーで結構ゴリゴリやることができたりはしますので、まあ、育ってれば結構やんちゃなムーブができます。で一応まあネタ要素強いんですが、シールドエンジ、ちょっとプロテクトエンジン、あの回復量が上がるエンジャントですね、あれを使ってヘルスローのタイミングでウルトをするとめちゃくちゃ実は回復するので、まあ、ネタの要素として暇があればやってみるといいかもしれないですね。まあ、個人的にはアフショで、まあ、フルタンクビルドでも全然強いと思いますので、ぜひ一度試してみてください。以上、ワービックでした。